ことに対するはコニタ、はい、コニタ目黒です。まあ、富永さんの地元でコニタンとかなりやっていると思うんですけども、はい、やはりそういう経験がある中で考えますと、誠戦はかなり出来上がってます。かなりやはり出来上がってますか。はい、ウニが言ってました。非常に誠戦うまいネクロの一人だと、はい、言ってましたか。しかもキャラも勝ってると、はい、ネクロ誠は、あ、ネクロ誠キャラ勝っているというウニの理論はありますね。はい、はい、それウニよう分かっとんなっつって、はい、でこの前大都さん話してたら、はい、8-2 で誠有利って言われた。ああ、本当ですか。うん、分かってなかった。一瞬の、まあ、何かあったんでしょうね、ウニも。何かあったのかな。何かあったんですかね。はい、さあ、ここに対エンド誠です。注目していきましょう。リープ、これがどうしている？ 2 回リープ打ちました。3回リープ打ちました。そう、あれで揺さぶるんですよ。おっと、走ってきたのに、このデンジが非常に強いんですが、10番成中。決めているのはエンド。あとこれは弱点ターゲット、まあなかなか面白い選択肢だと思います。なんかね、はい、ちょっと難しい、うん、しゃがみ投げしっかり当てて、まあ、ただ俺とばっかりやってたんでね。あーはーはー、富永君セガールについて、そうそうそう、はい、あの選手で選んでくれる、はい、あとこれ入るのか、しゃがみ中、これ中足の使い方、多分あれダッシュ読みとかじゃないですか。あーはーはー、いや今中足の空振りを見て出したんじゃないですかね。えダッシュじゃなかった。誰か空中戦はお互いイーブン、何もなく終わっているが、ゲージ溜まっているのはコニタン。ただがしかし正中戦の圏内に入り込むわけにいかないコニタン。ここからはなかなかダメージをもらわずに相手のダメージを削らないといけない。これはでもどうなんだ、やりづらいのかな。ネクロに対してこれはうかつにダッシュ、これ前ライパンもなかなか機能するんだかしないんだか、あのビリビリを潰せるんですよね前ライパンで。あ、でも相打ちになる時ありますからね。うん、はい、深めに当てると相打ちになっちゃうんだけど、はい、先端で当てると結構潰せるんですよね。はーはーはー、おっとスネークパンチ決まって、画面端スネークパンチ1回でやはりこの画面端取れるのがこのネクロの非常に強いところ。リープカラクソ待っているが全然戦エンドのこと勝利。これ強すぎだ、強すぎだな、このキャラ。そしてどなたが行く？